皆さんご存知の通り2種類のインフレがあると。はい、売国度、ありがとうございます。褒め言葉いただいて。売国度、売国度っていうのは何でしょうか。例えば統一教会に操られてよその国に対してプラスになるようなことを日本側がやる。マスコミの捏造。あ、まさにですね。じゃあちょっと待って、マイク渡してあげてください。あの、誤解を解く必要があるかもしれませんし、誤解のままで終わるかもしれないけど、やり取りはあった方がいい。なのでぜひお話を。売国度、山本が売国だと言われるゆえんをぜひあなたにお話を伺いたい。すいませんね、経済の話が長くなりすぎてたんで。ぜひ喋ったら刺されるんちゃうやろな。いやいやいや、そんな人一人もいませんよ。お前中核派と仲いいらしいやないか。私が中核派だってことですか。その証拠は。え、その証拠は。証拠、いろんな噂ですわいろんな噂か。お前はもう噂で動いてるやないか。お前マスコミの捏造記事で。例えば何がね。いやいや、今あなた安倍さんが統一教会とズブズブっちゅうなんの、どんな証拠で言ってるわけあんたら。なんでですか、もう証拠いっぱい上がってるじゃないですか。何の証拠やねん。親子三代、安倍家三代続いて統一教会と非常に関わりが深かったってことをテレビでもやってますよ。テレビ見てない私でも知ってんのに。言っとくけどな、安倍さんはなお前らと違ってちゃんと中国の脅威をみんなに訴えて開かれたインド太平洋地域ということでクワッドまで、あんな総理今得たか。インドやオーストラリアと提携してやな、中国の脅威に立ち向かおうとした、そういう政治家が今までいたか。ちょっと待ってくださいね、どうやって立ち向かうか教えてもらっていいですか。立ち向かい方にはいろいろあると思います。お前らみんなどういう形で。こいつらに騙されんなよ、口だけやからなこいつは。そうですか、それは注意してください。皆さん言っときますよ、政治家は信じるものじゃない。これ洗脳ですか。洗脳解こうとしてますよね私今。どっちかって言ったら信じるものじゃないよって。宗教じゃないんだから、アイドルじゃないんだから。疑うべき存在が政治家なんだよ。山本太郎もそうだし安倍晋三さんもそうだし。お前ほんまに喋るのは得意やな。まああなたよりかはうまいかもしれない。ああ俺はそんなにうまくないわ。でも大丈夫、マイクを持ったからにはもうお互い平等です。だから聞かせてほしい。話を広げるのではなく一つずつしていきましょう。ああ例えば、こいつは、売国だよであるということを、登場していただいた、方なんですけれども、どっからいきましょう。どういったところが売国度かぜひ聞かせていただきたい。ちょっと待ってください、これはあなたを責めるためにやり取りをしたいわけじゃない。あなたの意見から私が何かしら修正できるものがあったら私は修正したいと思ってます。お願いします。まず一つ疑問がございます。国会議員に自分の力で歩けんような身体障害者を議員にする必要があるんですか。逆に聞きたい、身体障害者がどうして国会議員になっちゃダメなんですか。ダメやろお前、自分の力でどこも行けんようなやつを議員にしたら何の議員活動できんだお前。さまざまな議員活動してますよ。ホームページとか見てます。いや全然見てないでしょうね、うん、令和なんて一つも興味ないもんか。一つも興味ない割には結構熱くお言葉いただいてますけれどもありがとうございます。ごめんごめん、お前のことが嫌いだから。いいですよ、ストレートなん好きまあでもね、あのね、私はね、例えばですけど100あるうち100一致する人間なんて一人もいないんですよ。皆さんご家族でもそうでしょ、友達でもそうでしょ。だとするならば100のうち1つでも何かしら一致できる部分があったらそれ力合わせて変えていけるんだったら変えたい。よし喋るおっさんやなこれ。そうですか、あなたも結構喋ってるよ。喋ってる、俺は口下手や。いやいやいや、あの本当に皆さん心の中で笑ってます。そんなこと言ったら俺は口下手や言うてマイク嬉しそうに握ってんだから、こっから先行きますよ。 OK。 嬉しそうには握ってない。そうですか、お前に文句言いたかったから。ぜひ言って。あの分かった、嫌いなのは分かった、嫌いなもん好きになるってなかなか難しい。でもそれ友達関係じゃないから、少なくとも、この国のオーナー主権者であるあなたからお前が嫌いだというふうにおっしゃったからにはぜひどこがダメなのかってことも教えていただきたい。一つ目は生理的に嫌いなんよ。まあそれはどうしようもないそこはどうしようもない。ほかほか、お前ペラペラ喋って中身があるんかないんかようわからんねん。ようわからんにやったら OK やなこれ。だってようわからんっていうことは、あ、中身があったんだってことにもしも気づいてもらえる時も来るかもしれない。お前らみんなを仲間にしようとしてるやろ。誰よよしか、あなたに気づいてほしいだけ、あなたの力も借りたいだけ。すいません、先行ってください。どこが気に入らんのか、生理的に嫌い、これはちょっとなかなか難しい。その先、俺はね、みんな反対するかもしれんけど安倍さんの国葬は
十分やるべき価値がある。彼ほど、外交的にいろんな国飛び回って日本のために何とかしようという総理が今までいたか。アメリカの大統領が安倍さんどんな考えしてんねんお前ちょっと教えてくれよと願いを請うような総理が今まで日本にいたか。ん、どういうことやろうか。どういうことかってちゃ、お前無視すんなお前。いやいや逆に私から見るとあの、まあ、都合のいい ATM としてよく働いたなと思いますよ。亡くなったことは悪口を言うなってことじゃないんです。これはそれは関係ないんです。政治家はそこから除外されるんです。それまでのやってきたことっていうのはたとえお亡くなりになった後でもこれは批判に耐えなきゃいけない当然なんですね。でちょっと待ってください。え、いやまたまたちょっと聞かせて。いやちょっと待ってください、ね、もっと聞かせて。ちょっと一つどうしよう。聞かせてじゃなくて喋らせての方ね。あ、喋らせて。はい、どうぞどうぞ。喋らせて。あんたは今の憲法改正とかはどんな考えだったっけ。私ね、憲法って皆さんご存知ですよね。法律の上にあるもの、この国の最高法規です。でこれ自民党は憲法変えたいっていうのは当然なんですよ。だからそういう考え方がある政党があるっていうのは別にいいです。それは認める。そこに支持もあるわけだから。でも私は自民党が変えたいと言っている憲法の内容は非常に危険なんです。何が危険な。え、ちょっと待ってください。2013年に自民党の憲法改正草案が出たっていうその中身はご覧になりましたか。あんまり詳しくは知りません。それ見てほしいわ。自民党支持してんのやったら余計に。あ、そう。うん、俺は単純にむっちゃ危ないやつやから。今あんたら左翼が左翼やろ。左翼も右翼もないわ。フリースタイルって言うんですよ、こういうことやってる人間は。拍手すんなほんまに。ちょっと待って。皆さんの感想を左右しないでください。ちょっとそこは自由に、あなたが自由に喋れるようにみんなにも反応は自由にさせてあげてください。拍手するなっていうの。いやいや、それはもうみんなの自由。あなたが自由に喋れてるんだから、表現を自由にしてる分皆さんの自由を迫害しちゃダメです。あんたまさか憲法9条が日本国民を守ってくれるなんて思ってないよね。少なくともこれまでアメリカが主導してきた戦争、ここに対して日本が主体的に足を踏み入れるってことのブレーキになってきたことは確かだなと思う。これまでアメリカってね、もう300年近い歴史の中でほとんど戦争し続けてるような国だったんです。でその戦争っていうのはやっぱりアメリカの国の中核、アメリカの、主な産業っていうのはやっぱ軍事ってものが入ってくるから、一定これ回していかなきゃダメなんですよ。例えば武器作るってことになったらそれ消化させなきゃいけない。私はそう見てるんですね。そういう循環の中で定期的に戦争を行っていく。あ、もういいわ、分かった分かった。だってイラクとかそうでしょ。イラク戦争、大量破壊兵器があるって言われたけどなかったんですよ。分かったって。あんたはだから憲法を変えたくないってことね。言ってるじゃないですか。憲法っていうのは GHQ が日本国務に押し付けた憲法をいつまでも五条大事にせないかんってこと。あのね、ちょっと待ってね。うるさいババア。ちょっとあなた乱暴すぎる。お父さんお母さん悲しむよ。ヤジしたらあかん。ヤジしたら、まあでも最初あなたもヤジから始まったじゃない。あ、ごめんなさい。危ない危ない。もうあなたもヤジるんだから他の人のもヤジも許してあげて。私のはご意見です。ご、あ、もう危ない危ない。権力持ったらあかんで。もう権力持ったらあかんタイプや。話戻ると、俺ね、あんたがね、ちょっといろいろ話題が。俳優時代は大好きやったんや。あ、僕が俳優に戻れるように、ああ社会がもうちょっとまともな形になるように力貸してくださいよ。今すぐ戻ってほしいんやけどな。分かるよ、僕も戻りたいもん。ああ、戻って、いつかはね。ああ、でも今じゃ戻れない。めちゃくちゃやん世の中。みんなを洗脳するまでは。洗脳って何やねんやろうか。ああ、逆に自分が洗脳されてるということは考えない。俺はもう自分で考えてるからね。だとするならばみんなも自分で考える力持ってるって考えるべきじゃないですか。洗脳されてんじゃねえ。なんで。いやいや。